日本海軍の呉竹の浸水浸水式は、造船において、造船台で組み立てられた、心臓船舶を初めて水に触れさせる、作業、儀式のこと、浸水式と同時に、船の命名式が行われるのが通例。ただし大型船で、ドックにて建造された場合、浸水はドックへの注水となるため命名式のみと、することがある。式次第は、仙台浸水もドック浸水も、 ほぼ同様だが、浸水式が終わると、偽装が開始され、それが終了すると、ようやく竣工し船舶として、完成体となる。浸水式の場合は、それが、たとえ量産型の船舶であっても必ず一席ごとに、催す。大型船の浸水式では、地元民を招待したり、一般公開するなど、イベント的な要素もある。 西洋で行われていた浸水を祝う催しが装飾や儀式に変化していったという説がある。バイキングは浸水式において人間を生贄として捧げていただとされ、後には生贄ではなく血を連想させる赤ワインを使う風習となり、さらに白ワインからシャンパンに変化したのが通説とされる。ニール・アームストロングの命名浸水式でシャンパンボトルを割るカリア・アームストロング前述のように、 浸水式では、シャンパンのボトルを船体に叩きつける儀式が行われるが、法律で規定されているわけではないので、ワインやウイスキーなど他の種類が扱われることもある。2014年に行われた、英海軍空母クイーン。エリザベスの命名式では、同館がスコットランドのロサイスで建造されたことからボーモア、上流所のスコッチウイスキーが選ばれ、エリザベス女王自ら命名とともに、 ギミックのボタンを押し、無事にボトルが割られた。日本では日本酒を使う場合もある。1811年、当時のイギリス皇太子、ジョージ4世が軍艦の浸水で、その役目を女性に当てるよう決めたことから、西欧では女性がボトルを割るのが監修家史伝統として確立した。浸水式の際に、船に当たったボトルが割れないと、その船は不幸になると言われている。 造船台から川に滑り落とす浸水式の様子。ルーマニア海軍潜水艦丸水塗る。浸水式浸水式には大別して2種類ある。浸水する方法には、造船台に乗ったままドックに水を注入して、浸水式とするドック浸水と造船台から浸水台を滑り、水面に受水する仙台浸水がある。このうち、造船台から浸水台を滑り、 水面へと入る浸水式の場合、通常は船速、または船尾から水に入る。これは、船首側から浸水すると勢いがつきすぎてしまい、場合によっては転覆してしまう恐れがあるためである。現代では、大型船は安全性が高いドック浸水が一般的である日本における浸水式では、まず命名式が行われた後、質な切断の儀式を行う。このしずなは、 楠玉とシャンパンなどに繋がれており、切断と連動して、シャンパンなどが、船体に叩きつけられると同時に船名を覆っていた、膜が外れ、楠玉が割られ、楠玉本体とその周辺から大量の紙テープ、紙吹雪などが舞う中、浸水台を滑り浸水となる。この質な切断の時に使われる斧はその幹線ごとに、新しく作られる。戦後日本においては、銀の斧が使われ、 特に葉の左側に3本、右側に4本の溝が掘られているものがよく見られるが、これは日本独自のものである。日本で初めて斧が使われたのは1891年、巡洋艦、橋立ての浸水式であったが、その後数十年は、当時西洋で一般的だった土との実による質な切断と併用された。銀の斧は古くから悪魔を振り払うと言われている縁起物で、 1907年、佐世保海軍交渉における防護巡洋艦、トネの浸水式で最初に用いられた、当時交渉の造船部長であった小山義郎が、日本の軍艦の浸水式なのだから西洋式の土とのみではなく、日本古来のながら武器である、まさかり様の器具を室な切断に用いるべきとして、新たな斧を発案したのが始まりである。この時の浸水斧では、 左側に掘られた三本の溝は、天照テラスイザナギイザナミ右側に掘られた四本の溝は、八幡神、春日神というミ、トユは、サルタヒコを示すとされていた。現在では、左側の三本の溝は三キ子、右側の四本の溝は四天皇を表すと考えられている。海上自衛隊では、命名式を行った後、続けて、造船会社による浸水式を行うため、 命名、浸水式と称している。浸透式で浸水式を採用するときの一例として、まず長寿終末、鋼紙、拳の糊と装場を行ってから、新食が米や塩や酒や切れ朝などで船を清める。次に、新食は命名書を選手に進め、選手はへさきにて命名書を読む。次に玉串拝礼、鉄線昇進を行い、新食は、 意味を脳選手に渡す。浸水式のシャンパン割は、バイキング時代の池にの名残2014年7月7日、閲覧、常石造船2018年9月20日、8万トン級、バラ積み貨物船の浸水式を、一般公開マイナス在京新聞、平成の長崎、漁船浸水式を見学伊佐早の有機中生徒が、完成平成4年長崎新聞、AB シャンパン瓶を船にぶつけて祝う。 浸水式、本当は、怖い儀式変化した、そのあり方引く乗り物ニュース、映像、新空母に命名、クイーンエリザベス A 海軍最大。アフププニズ、http://www.afpbb.com/.articles/.3019751ctm キャンペーンイコールヌーアン2014年7月7日、閲覧。https コロンスラッシュスラッシュ www.kijipr.or.jp スラッシュ mamejiten スラッシュ fune スラッシュ fune19。html 線のなるほど、浸水式って何をするの日本海事広報協会 ab 浸水式とは、 三菱重工交通、輸送ドメイン船舶、海洋事業2017年7月14日、閲覧シャンパン瓶を船にぶつけて祝う、浸水式、本当は、怖い儀式変化した、そのあり方引く乗り物ニュースハット AB 浸水式、情報をの道造船2017年7月17日、閲覧 ABC 書き先、P55 海上自衛隊、活動内容、命名。 新水式出雲大社教教務本庁、出雲大社教府教師養成講習会1989年9月、全427ページ中に78ページ、ありがとうございます。